岐阜市の吉田旗店では来月10日に初日を迎える大相撲名古屋場所に向け、力士や相撲部屋の名前が書かれた相撲のぼりを制作しています。黄色やオレンジ、紫など鮮やかな染料で色付けし、水洗いした後天日にさらして仕上げます。また名古屋に相撲来たな、これから暑い夏始まるんで、でも楽しみだなっていうふうに思ってもらえるように、みんな心躍るようなものを作りたいと思います。吉田旗店では去年の倍以上となるおよそ80本作る予定です。